様こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、久々にオタ活手帳の紹介をしていきたいと思います。私はですね、2023年の初めから去年のオタ活手帳から新しいオタ活手帳に一新していたんですけれども、今回は新しく買い替えたオタ活手帳の購入品とその中身を少し紹介していきたいと思います。最近ちょっと忙しくてオタ活の記録とかをゆっくり書き残す時間がなかったんですけれども、使っているものだとかを紹介していければと思いますので、参考にしていただけると嬉しいです。使っている材料は無印良品で揃えました。私がこの前まで使っていたオタ活手帳と比較しつつ紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初にですね、昨年私が使っていたオタ活手帳をまず紹介したいと思います。去年私が使っていたオタ活手帳はこちらですね。こちらはちょっと今反射しちゃってるんですけど、セリアで購入したものになります。確かですね、カスタムノートシリーズといって、こんな感じの A5 サイズのバインダーでできているものになりまして、こちらのキラキラのスパンコール入りのカバーから中身まで同じシリーズのラインナップで売られています。詳しくは以前に投稿しているオタ活手帳の作り方動画をご覧いただければと思うんですけれども、サイズは A5 サイズで、中にたくさんいろんなものが入れられて、スペースも結構たくさんあったりして楽しかったですね。こちらが現在私が使っているオタ活手帳です。サイズはですね、去年と同じ A5 サイズなんですけれども、今回私が買い替えたのが、無印良品の A5 サイズのバインダーなんですけれども、こちらの商品が A5 リフィルノートポリプロピレン表紙20穴という商品になります。去年のオタ活手帳と比べるとかなりコンパクトな感じになりました。去年のやつはですね、こんな感じでバインダー自体に結構厚みがあって、持ち運びにはですね、少し不便な点が難点だったんですよね。たくさんハサミはするんですけれども、で表紙の仕様はですね、私が使っているポリプロピレンタイプのものとクラフト用紙タイプの2種類があったかと思います。こちらは手帳専用のバインダーというよりは、20穴のルーズリーフを挟んでノートとして使うこともできるものになっています。一般的なバインダーだとリフィルを挟むのリングが内側に入っていることが多いので、どうしてもかさばってしまうんですけれど、この無印良品のバインダーのいいところは、リングがこんな感じで外側に出ているんですよね。で、外側に出ている分ノートがかさばらずにコンパクトに持ち運ぶことができます。サイズは去年の手帳と同じ A5 サイズになるので、紙の大きさ自体は変わらずに使うことができるので、かなり書く余白スペースも多くて使いやすいです。でリフィルの抜き差しについてなんですけれども、結構簡単で、こんな感じで左右のページを上下方向にずらしてグッてグッて引っ張るとここが開くようになってて、ここで紙を抜いたりすることができるって感じです。早速ですね、今回のオタ活手帳の中身を作るにあたって購入したものを紹介していきたいと思います。まず1つ目が A5 のリフィルノート、リフィルフリースケジュール20穴30枚入りという商品です。こちらは月とか日付が書いていないカレンダーみたいな紙になります。自分好みに日付だとか曜日とかをカスタマイズできるような形になっています。次に紹介するのが、リフィルノートのリフィル画用紙20穴5枚入りという商品になります。こちらは画用紙でできている20穴が入っている、商品になるんですけれども、こちらにイラストを描いたりだとか写真を貼ったりだとか、本当に自由に使える画用紙になります。厚さがあるので結構書きやすくて、表紙作りとかにも使えました。3つ目の購入品が、A5 リフィルノートリフィル、カードポケットという商品になります。名刺とかトレカくらいのサイズが入るリフィルになっていまして、ここに、カードが 1,2,3 つ入るようなポケットと、この後ろにこの、チケットとかなんだろう、ポストカードとか紙類が少し入るような大きなポケットが1つついています。ちょっと半透明な感じで柔らかい素材ではあるんですけれども、結構お高さには使えるんじゃないかなと思って買ってみました。で4つ目が、ここにもうすでに挟まっているルーズリーフですね。これは
も一般的な100均とかで売ってるようなルーズリーフを使っています。ここが穴が20個穴が開いてるタイプであればこれに対応できるような形になるので、ルーズリーフに関しては基本的にどこで買っても大丈夫だと思います。で5つ目の商品が、これはダイソーで購入したものになるんですけれども、貼れるクリアポケットになります。これはですね、両面テープがこんな感じでついているクリアポケットになっていまして、あの L 版だとかポストカードとかの紙類が入る、なんだろう、スリーブみたいな感じ、シール付きのスリーブみたいな商品になっています。で6つ目の商品がですね、こちらダイソーに売っている貼れるポケット、コーナーポケットになります。手帳の表紙だとか裏表紙に貼れるコーナーポケットで、付属の両面テープが付いていて、それで貼り付ける形となっております。続いてですね、おたかつ手帳の中身を紹介していきたいと思います。去年に比べてちょっと私生活が忙しくなってしまったので、あんまり中身に充実したものが欠けてるわけではないんですけれど、そこだけちょっとご了承いただければと思います。で、まあ、こちらですね、表紙はこんな感じで、このバインダーの半透明なところを活かして、この半透明な表紙、これを挟んでこんな感じで、ダイソーのクリアポケットと、無印良品の画用紙のリフィルを使って、表紙を作っています。で、まあ、ここの中身に推しのブロマイドをこうやって入れているんですけれども、ここの中身別のブロマイドに変えたかったらいつでも差し替えることができて、カスタマイズが自由なので、結構この表紙個人的にはお気に入りです。で、まあ、いろいろシール貼ったりマスキングテープ貼ったりしてデコった表紙を入れています。で、まあ、表紙なんですけれども、こうやって何パターンか作っておいて、これはちょっとなんかチョコレートとかリボンみたいなモチーフにして作ったんですけれども、この表紙も前に持ってきたくなったら外して持っていくことができます。で、こちらはですね、遠征の予定表のメモになります。これは自作のリフィルなんですけれども、私はおたかつで現場に遠征することもたまにあるので、ここに日程だとか開演時間だとか、あとはどうやって行くのかだとか、手配チェックリストなんかも入れたりして、なんか遠征がスムーズに行くように、遠征のしおりみたいな代わりに書いたりとかもしています。で、あとこちらのページが購入品検討リストですね。こちらの購入品検討リストには、まあ文字通り購入検討している商品だとか書いておいて、で、まあ、予約する日までに買うだとか、まあ、なんだろう、購入迷っているものに関してこちらに書いておいて、少し寝かせてから実際に購入するかを検討したりするために使う、まあ、いわゆる、まあ、ただのメモみたいな感じですね。おたかつしてるとつい新しい商品出ると買いたくなっちゃう時があるんですけど、これに一回書いておくことで買いすぎを防いだりとか、そういった意味も込めてこういったメモを使っています。こちらも自作のリフィルになります。で、こちらがですね、チケット予約リストになります。私がイベントとか、ミュージカルとかそういった公演に行くことが多いので、チケットをいつまでに手配しなきゃかなとか、そういったことをメモ書きするためにこれを書いています。これも自作のリフィルになります。で、こちらの、カード入れのリフィルには推しのカードだとか、あとはカレンダーからちょっとカードのサイズに切り抜いたページなんかを入れてみたり、あとはコラボカフェでもらったグッズとかをちょっと入れてみたりしています。で、この大きなポケットの方にはちょっとステッカーとかも入れてみたりしていて、まあ、パラパラっとめくった時に好きなものが目に入ったらハッピーだなって感じで使っています。ダイソーで買っているコーナーポケット、これですね、ここにはポストカード挟んだりだとか、あとは手帳をデコる時に使うようなシール、こういうやつとかも少し入れたりしています。あとこちらには美味しかったお店リストみたいなものも入れていますね。劇場とかイベント会場の近くでなんか美味しいお店があったら書いとこうかなみたいな感じでメモ書きをしています。これはなんかマスキングテープのテンプレートなんですけれど、これはダイソーで購入しました。で、まあ、ざっくりと私のおたかつ手帳の中身は今年はこんな感じです。では今年のおたかつ手帳の紹介をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。本来もちょっとこの動画年明けあたりで出す予定だったんですけれども、なかなか出せずにいました。少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。